こんにちは、ニコレです。はい、今日の企画は、このスタジオに一番最初に入ってきたスタッフを変身させてみようと思います。はい、皆さんいつも動画で見てもらえている通り、このスタジオって結構人の出入りが激しいので、今日はその入ってくるスタッフを捕まえましょう。捕まえて変身させる。じゃあ今からちょっとスタッフね、待ってみようと思います。お疲れ様でーす。はい、来たー。今日、マサトをちょっとね、今から変身するところです。はい、ということで今日はね、マサトがちょうどよく来たんで変身させちゃいます。で、まずは僕がね、マサトをね、この会社着、会社用の私服から、夏っぽく変身させてみようと思います。はい、まずね、僕がマサトを変身させてみました。さっきね、もう完全に仕事着だったんですけど、今回夏っぽくしましたね。はい、トレンドカラーのね、アビスをふんだんに使ったコーディネートです。結構有彩色を使ってカジュアルな要素があるので、まあ、細身のシルエットはまず大前提として大人っぽくしました。で、あとアイテム、革靴を使ってドレスアップしています。ぜひね、これでデートに行ってほしいです。はい、では私が変身させたコーディネートはこちらになります。サマーニットを使って、まあ、季節感を出しているのと、合わせているパンツピンストライプでちょっと上品な感じになってます。まあ、ちょっと色味が多いコーディネートにはなるんですけど、まあ、夏の気分をこう上げてくれる感じにしてみました。はい、ということで今日はね、スタッフマサトをね、捕まえて変身させちゃおうという企画をやってみました。どうでした今日？あ、なんか急にスタジオ入ったら、呼び止められたんでちょっと戸惑ったんですけども、うん、ちょっと楽しくやらせていただきました。またお願いします。はい、お願いしない。はい、今日使ったコーディネートとかは、YouTube の概要欄に掲載しておきます。そちらからご覧ください。はい、こんな感じでニコレは毎日動画を配信しています。よければいいねとかチャンネル登録よろしくお願いします。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ごめんなさい。